お休みするか。なんで消えた、なんで消えた、消えたよタランチュラ。お、すっげーリアル、バカリアル。じゃあ開けますね。はいはい。あ、ラジオで、これがランプ。あ、いいね。で、これで飾るんやろ。はい、キャンプベッド。やべえ、やば、神ゲー、神ゲー間違いなし。これちょっと見ていい、このラジオ。はい、なんか長いって、ちょっと音量上げます。聞こえる、ん、何言ってるか分かんない、何言ってるか分かんない。ええ初盛りが流れてる。やばいな、聞こえる。あ、このまま少しで眠っちゃう。あ、寝る、うとうとしてきた。どうなんのこれ、寝たら寝たらどうなんの。おお、なんでこんなエッサンの熱盛り、こんなエッサンの寝るとき、はい、あ、これでセーブだ、多分これでセーブだろう。どうした、ついに一人で暮らす決心をして、くそ、いいもんだよ、夢の中ってことこれ。いいもんだよ、ああしろこうしろと指図する、指図する人もいないし、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんだ。え、一人で重機ままに暮らすのは素晴らしいよ。だけどさ、一人で暮らすとなるとふと寂しくなる時もあるんだよな。そんな時すぐそばに仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね。友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ。一人でなかなかと喋っちゃってごめんな。これどこの世界観なの。もうそろそろ目覚ました方がいいよな。あ、そうそう、この世界では一人暮らせる、大勢で暮らした方がきっと楽しいと思う。そうだよね。たくさん友達が君の場所と遊びに来てくれるといいね。さあ、目覚めた後は、現実と同じ時間の流れの中で君の暮らしを楽しい。あ、もう現実の、くわ、すごっ。戸建けなんか引いて、画質やば。お、赤坂さん、さおい、赤坂さん起きてるだな、もう。起きてたらちょっと外に出てきてほしいだな、もう。なんかあんの、え、なに、よかったら、赤坂さん。無事だったんだもんね。テントに戻ってから丸い部屋どんだけ寝てんだバカ寝てるじゃん、丸一日を寝てんのバカじゃん。そんなに寝てたの俺。あ、新しい環境に体がなくて疲れちゃったのかもしんない。嘘、バカじゃん。それはそうと、今日から本格的に暮らし始めるにあたって、移住者の皆さんに大事なものを配りに来た。まずはこれをどうぞ。はい、お、お、来た、タムポータル。今回の移住パッケージのために開発した、我がシャオリジャのスマホだったんだもん。来た、あ、動作チェックしときたいから、ちょっと電源を入れてみてくれない。はい。お、来た、来たー、電、タムポータル。お、うんうん、ちゃんと電波も入ってる。じゃあ一旦閉まっていってもらう。おい、やったー、起こされる時間がおかしいよね。深夜12時半に起こすな。じゃあ、赤坂さん、今までスマホで使ったことある？あるよ、リアルでは。いや、全然問題ないんだな。できることは普通のスマホと大体同じなんだもん。なんなら、こっちの方が機能が少なくてシンプルな分簡単かもね。あははは。それじゃあ次に渡すものだけど、お、なに、なにそれ、え、はい、この移住バケ、正解者、おい